高級住宅街のバイクショップななし。高級住宅街のバイクショップなし、えーま。東京の方にですね、自転車でこう行っているとですね、いわゆる高級住宅街と呼ばれるような、そういう土地もありますよね。うん。で、下町じゃなくてね、うん、山手の高級住宅街、でかい戸建てがいっぱいあるような。 と、えー、こだよまあ、自転車で通過するときもあって、ですね、えー、その目抜き通りと言いますか、はい、バス通りだし、国道だしみたいなね、高級住宅街の中を1本抜けてるような、あのみんなが使うようなあのまあ、通りがあるわけですよ、うんえー、そこを私はいつも行くわけですね、もし通過するとすれば。はい で気づいたことがいくつかありまして、あの、まあ、行く前の段階高級住宅街だなっていうのは分かりますし、名前聞きゃね、分かりますよ。東京のね、高級住宅街。名前聞いたら、この辺は高級なんだな、みたいな、ありますし、行ったらもう分かりますね。もう大体分かりますね。うん。それで、あの、まあ、抜けていくんですけども、自転車でね。で気づいたことがあって、 コンビニが少ないんですよ。ほとんどないんですよね。あの、これだけ距離ね、走ったらコンビニの2、3軒はあってしかるべきなのに、全然ないっていう。1時間行っても、2時間行ってもコンビニないぞっていう通りがあるんですよね。驚くべきことに。で、人が住んでないんだったら、コンビニいなくてもいいんだけど、人いっぱい住んでますから。高級住宅街だからね。 人いいいっぱい住んでてコンビニがな,い少ない極端に少ないどういうことなんだこれみたいな感じでで私の結論としてはやっぱ地価が高いんだと土地の価格が高いからコンビニが出店できないとその土地買ってねあるいは賃土地をまあ借地してコンビニ建ててもペイしないと、うん、あの,その土地の価格が高すぎてですね その、ペイしないから、ここには建てないっていうね。こともあると思うんですね。えー、そもそも土地の取得が難しいってなるね。あのー、全部小建ての住宅地だから、誰も売らないわけですよ。住んでるからね。しかも高級だから、その、コンビニにする必要はないと言いますか。だか昔ながらの、ね、酒屋さんがあって、コンビニ、うちコンビニしようみたいなことないから、うん。全部住宅街だからね、基本的に。つまり、その、 法規制でコンビニとか商業施設を建てていけないっていうわけじゃないんだけど基本的に宅地なんで誰も売らないっていうねみんな住んでるから代々住んでるから売らないっていうそういうこともあってコンビニがすごい少ないんですよねと私は把握してるんですねでコンビニが少ないってことは当然、えー、ファミレスとかもないしほとんどないし えー、小売店なんかもほとんどないですねほとんどない、えー、そういった目抜き通りのねとこなんで商業地を出してはいけないっていう法規制はないと思うんだね多分実際コンビニに何店か出てるの見たことあるから少ないですけどねだから住宅地と商業地が混在していい法規制のね場所になってると思うんだけどこういう宅,宅建法ねでそれだと思うんだけど あのないんですよねほとんどないですよね。で私ね住んでる人不便じゃないかとファミレスもないし薬局もないしドラッグストアもないしその郵便局もねほとんど見ないし、えー、コンビニもねほとんどないっていうこの長さのねあの目抜き通りがあったらコンビニ56軒なきゃおかしいのに1軒もないっていう。 おかしいだろみたいな感じで、ね。で、思ってたんだけど、やっぱり理由としては、そういった地価が高いとか、宅地でみんな住み続けるから売らないっていうね、こともあるのかなと思うんですよね。それで、あのー、コンビニとか、そういった普通あるようなところが少ないっていうのは、まあ、行けばね、わかるから。でも、私の心配ね、その住みづらいんじゃないかと。コンビニもない場所だったら住みづらいんじゃないかと。 いかに高級住宅地と言ういいね。だけど、まあ、多分、その住んでる人たちは、ちょっと離れたコンビニに行くとかね。裏通りにはコンビニがちょっとあるとかね。裏通りにはスーパーがあるとか、ちょっと離れたスーパーに車で行くとか、いうことをね、やってるんじゃないかな、と私は想像しますね。うん、ちょっとめんどくさいけどね。はい。えー、まあ、そんなわけでね、あの、バイク屋の話ですけど、 えー、私が気づいたことはねその高級住宅街の目抜き通りみたいなところねみんながくよくアクセスするようあ通りね名前が付いてるような通りですよは普通の商業施設が少ないこれはそうなんですねだけど逆にですねあるお店もあるんですね美容院とかないでしょ全然美容院とか床屋とかね普通あってもいいようなのは あものは、ね、ないんですねやっぱ地価が高すぎるかと,とかあるんですね。だけどバイク屋だけねあるんですよバイク修理屋と言っていいかバイク中古バイクリーダーと言ったらいいかわかんないんだけどバイク屋総称してバイク屋ですけどねバイク屋だけは56軒あるとかこの通りにねあ見るんですよね。 でこれバイク屋の数多すぎでしょうみたいな。で、でそ,のそこの土地がね、カーディーラーとか工場とか、郊外でよくありますよね、カーディーラーとか工場とか、その、えー、廃品を回収する,するような、えー、工場とか、そういったいかつい、ね、ところがバーってあって、そこに中古バイク屋もたくさんあるって、これはわかりやすいと、うん。よく車が通るとこで、 地下がね比較的安いのでそういった大きな施設を作りやすいんでしょうねうんで電車も少ないからそういうとこはだからみんな車のバイクで移動するから当然車の修理場とか修理屋とかねバイク修理屋が多いこれは何となく合理的だなって分かるんだけど高級住宅街にバイク屋が多いんですね普通はこの長さだったら1軒あるかないかバイク修理屋中古バイク屋ね えー、もちろんバイクも売るし修理もしますよみたいなそういうバイク屋ねそういったバイク屋が1軒あるかないかなっていう感覚の通りなんだけど56軒あるわけねあのバイク屋だけじゃない自転車屋もねちょっと多いですね自転車屋も多め自転車修理屋兼販売屋みたいなもうちょっと多めですね普通のとこに比べたらはい これ何なんだろうバイクとか自転車屋が多いのは何なんだろうと私は想像するにですねあのバイク屋とか自転車屋ってのは遠くじゃダメなんですね家の近くにないとダメなんですよそれで壊れたバイクを押していかなきゃいけないからり取りに来てもらわなきゃいけないからねでそこで修理してもまた自宅に持って帰るわけだからあんまり遠いとダメなわけですよ うん、できれば自転車屋とかバイク屋行きつけのところがあって、えー、近くに欲しいとあればそこ行くからねで買う時もそこで買えば便利ですよねうん壊れた時にそこ行っても直してもらえるからだから自転車やバイク屋はですね家の近くにあ,あることが求められるというか、まあ、これはコンビニとかでも同じだから あの自転車あるいはバイク屋だけが特別ってわけじゃないんだけどでもなんかバイク屋が多いんですねじゃあ何でだと思ったら趣味でやってると趣味というか趣味とはね実益を兼ねてやってるとあの土地とか建物は持ち家タクシーで自分持ってるんだけど趣味でその人はバイクを趣味でやってるとじゃあバイク屋をね 家でやってみようみたいな。で、ちょうど自分家はね、目キき通りのところ面してるから、その、もったいないですよね、遊ばしておくのもで。一回は改装してバイク屋にしちゃおうかな、みたいな感じで。趣味でね、バイクの知識もあるし。えー、という人がね、経営してるのかな、と。うん。そんな風にも思いますね、えー。想像ですけどね。はい、あ。それか、土地を持ってる人は貸してる可能性ありますよね。 うん、宅地で土地持ってんだけど、あのー、やりたい人がいたら貸しますよみたいな感じでもちろんこれはあのー、知り合いに貸すとかね知り合いのバイク屋出したがって人に貸すとかね趣味が一緒だからねとかうんそんなわけでねバイク屋がすごく多いんですよねあのー、こういった類のバイク屋はやっぱり 趣味を兼ねねててるるってあよ、ね、自分が好きだからこのみんなにねこうバイク見てほしいとか乗ってほしいとかねあれ修理して、えー、修理したいとかねうんいうのがあって単純に金銭では測れないから儲けが出るからやるとかねじゃないから、うん、儲け出なくてもやりたいトントンでもね当然やりたいからバイク扱う人はねあんまり儲け出ないんだけど土地が高くて。 力高すぎてねだけどまあ趣味なんで趣味もあるからやりたいとかねあるわけですようんまあそんなわけでね高級住宅街にはねあのコンビニとかは異様に少ないんだけどバイク屋はなぜかあるっていうねそういうお話でした